エジプト歴は紀元前2900年頃から古代エジプトで使用されていた歴法である。太陽歴で1ヶ月を30日、1年を12ヶ月と5日の合計365日とした。歴法が世界各地で発生した古代において、それらの多くは太陰歴法であったと言われているのに対し、エジプトでは太陽歴法であった。古代エジプトにおいて、暦は 人々の生活ないし人間の行為の宗教的な意味付けに重要な役割があった。エジプトでは雨が降らないため生命はすべてナイルのたまものとされている。すなわち古代エジプト人にとっては定期的なナイル川の増水、氾濫による洪水が最大の関心事だったのである。古代エジプト人は一年を太陽の運行に必要な周期とは考えずに 彼らが自分たちの農業生産物を得るために必要な期間とみなした。そのため農業との関係が強いナイル川が増水する時期を構成シリウスが日の出の前に初めて出現するときによって予測するようになった。ヘリオポリスやメンフィスなどでは7月下旬からナイル川が増水し始めこれとほぼ同時にシリウスが日の出の直前に当店に登って出現する光景が 見られたという。すなわち、エジプトではシリウスが昇る頃の一定時期にナイル川が氾濫して農業や生活に大きな影響が及ぼされていたのである。そのため、シリウスの日の出直前の出現を予知する必要があり、洪水と洪水との間を1年の単位とし、365.25日と数えた。また、グノモンという柱を使用した。 太陽による観測法も行われており、これらの基礎の上に太陽暦が使用され始めた。これは、紀元前4241年頃に成立、年始は7月中旬からとされた。当初は1年を12ヶ月、1ヶ月を30日、1年を360日としていたが、紀元前20世紀頃から365日の移動年とし、30日ずつある12の月に、 余日として5日を最後に付加する太陽暦法であった。この余日は、オシリス、ホルス、セト、イシス、ネフティウスの五神の誕生日をそれぞれ祭日としたものである。前日のシリウスが出現する日は元旦とされた。以上のような歴史的背景から、1年はシリウス年とも呼ばれる。そしてこの1年は、シャイとピリとシェムーの3つの季節に分けられ、 それぞれの季節は4ヶ月となった。ただしこのエジプト歴においては、前述の通り年は移動年であるから、季節には次第にずれが生じる。1461歴年は1460シリウス年でもあり、季節は1461移動年で元に戻る。この周期はシリウス周期と呼ばれる。紀元前238年。 プトレマイオス3世は4年ごとに歳末に1日を追加し、いわゆる現在の順年を設けるよう法令を出したが、すぐには実施されず、実際に行われたのは、ローマ時代にユリウス歴が制定された時からであった。ちなみに、古代エジプト人の子孫であるコプト人が使用していたコプト歴は、エジプトと同様の太陽歴であり、エチオピアにおいても使用された。ありがとうございます。